6名の議員から61項目についての通告がなされております。日程から見まして本日は20番河原議員の質問まで終わりたいと思います。質問の方法、時間につきましては議会運営委員長の報告の通りでございます。議事の進行につきましては特にご協力をお願いいたします。また執行部の答弁につきましても簡潔でかつ的確な答弁をお願いいたします。それでは最初に13番山崎議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。13番山崎議員。皆さんおはようございます。議長より登壇の許可をいただきましたので私の一般質問を始めさせていただきます。今回は4項目について、通告しておりますので通告順に従いまして、行っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。まず最初に被災地支援について、お伺いいたします。市長は原告で8月7日国は東日本大震災で発生したがれき処理に対して肯定用が示され8月21日知事は震災がれきの受け入れについては具体的な手続きを進めることはしないとの発言がなされ市長は旗を下ろされました。しかし今被災地は報道で見る限り大変な時であります。市長は昨年11月末に瓦礫の受け入れを表明され12月の議会冒頭で断念されました。その後議会でも、いろいろ議論がなされ2月には、陸前高田市長が北方公民館で講演され、1年もうすぐ1年ということでありますけれどもまだまだ被災地は何の復興もできてないということで講演をされました。最後にどうか被災地のことを忘れないでください。皆さんの応援があるから私たちも頑張ることができると言われました。またこの議会におきましても3月瓦礫の処理なくして被災地の真の復興はありえないとして市議会として決議し議決までいたしました。その後紀藤クリーンセンターがある朝日町の区長様方にも、ご説明をされたと聞いております。そこで今回断念された思いについて市長にお伺いいたします。与田市長、思い出せば去年の11月の終わりですかね、震災がれきの、受け入れをぜひしたいと、いうことを、某新聞にすっぱ抜かれて、それからもう、いろいろありました。で、その時はそんなに思わなかったんですけどそれ以降強く思ったのはやっぱりこう合理的にせんべいかんということでこれは何度も言ってうまく伝わってませんけれどね、被災三県で処理するのは大原則なんですよ。でその次に被災三県により近いところで瓦礫の処理を行うのは次の原則 でさらにその近いところっていうことで結果的にオールジャパンとして支えなきゃダメだということで、私たちはその声を上げたところなんですけどね。ですので合理的に言えばですね今回 その政府並びに県 その決定ということは私は非常に腑に落ちます。しかし人間の感情としてもう絆っていいよってねみんないいよってわけですよ。いいよっていざ自分のところに来たらですねいや自分のところはダメだとかねどういうことかということを一人の大人と、これ政治家というよりもね一人の大人として私は問題提起をします。で竹雄みたいな小さなところでしかも離れたところが声を上げるとこれが必ず両県の腹に火がつくごとくね全国に広まっていくと
ということは思います。まあ、これ広まり方もいろいろありましたけれども、その意図は陸前高田市長からお話を聞いても、竹雄は非常に被災地支援には市民がね熱心に取り組んでくださっているということは、東北の皆さんたちは幾度におっしゃってくださってます。そういう意味で本当にですね、私は市民の皆さんたちに感謝をしたいと思っています。でその一方で、3月14日に竹雄市議会が、3月11日1年経ったわけじゃないですか。そのわずか3日後にね、受け入れの動かすその決議をしていただいたこと、これも重ねて感謝をしたい。あそこでやっぱり火がつきましたもんね。火がついて、そして全国でもっと近いところがね、対応しなきゃいけないということになったということは、竹雄市議会のやはりその力のおかげであります。そういった意味で、私自身はもう無念とかっていう気持ちはありません。ですが一方であるのは、やっぱりそれでも NHK でもやってましたけどね、まだ瓦礫が復旧復興の妨げになっているわけですよ。ですので我々ができることで、できることを精一杯やるということ、それとさらに言えば、もっとそれが震災瓦礫がね、なんていうんですかね、対応を、これ対岸のなんとかってなって恐縮なんですけれども、広まっていくということをぜひ期待をしたいと、このように思っております。13番山崎議員、はい、本当に現在報道されている、東北地方の復興にはまだまだ時間がかかり、瓦礫もたくさん残っている状況であります。そこで、武雄市では特に、大震災発生当初から義援金、また食料、また飲料水などを被災地に送り、また子どもたち、福島の子どもたちの受け入れやチーム武雄によるボランティア活動で、たくさんの市民の方のご協力を得、参加していただきましたことに対して心よりお礼申し上げたいと思います。そこで、チーム武雄の、今年今後の活動方針はどのように考えておられるかお伺いいたします。岩田市長、今年はですね、これ陸前高田市役所に出向している古賀隆一郎と協議をしていますけれども、今年はですね、陸前高田とすればですね、10月19日から22日の日程の、21日か、して10月21日に開催される全国太鼓フェスティバルというのはあるんですね。でこれでもう日本中どころか世界中からこう人が集まってくると、いった中で、我々とすれば10月19日から22日までの日程でチーム武雄としてその開催のお手伝い、ボランティアの、応援に行ければいいなと思っています。いろんな、去年はですね、去年の今頃は瓦礫撤去とか小石の除去とかっていうことになりましたけど、陸前高田の場合は一点もこれは終わってます。であとは例えば塾であるとか、あるいはもう保育であるとか、そういったソフトの、足りない部分というのがある一方で、こういうそのイベント関係でなかなかやっぱり陸前高田といえども人がちょっと集まりにくい状況にあるという中で、先ほど申し上げましたように古賀とよく話をいたしまして、今回は10月19日から22日で、これについてはチーム武雄として出ていただくことになりますので、当然のことながらお手伝いを、足台等のお手伝いはしていこうと、ね、思っております。ぜひですね、市民の皆さん方もお時間が余裕があられる方はですね、ぜひ参加をお願いをしたいと思っております。この一方でさまざままだあることはあります。あるので、それはもう個別に私どもの被災者支援課で、相談を受けたまりたいと思っていますので、ぜひ、ここにお願いをしたいと、このように思っております。議長、13番山崎議員、はい、古賀さんともう一人は上田さんでしたかね、2人が、今年の4月から陸前竹田市で、頑張っておられると聞いております。これは、先月の終わりやったですかね、 STS で一応上田さんの放映がなされました。それで
あと古賀さんは何か新聞には載ったということでございますけど、現在の活動状況についてお伺いいたします。よろしく。前 の、 あの市長秘書官だった古賀隆一郎は、現在あの市長の、右腕として、頑張っています。特にあの広報、陸前高田も、フェイスブック化、FB 良品陸前高田というのを開設して、竹雄と並ぶぐらいの今人気が、あ、まあ、向こうが上かな、 ありますけれども、それはすべて古賀隆一郎がやっています。ですので、市長 の、 あの右腕右顎として、どんどんこうやっぱ言ってるんですね。やっぱ発信がないとやっぱりダメらしいんですよね。ですので古賀隆一郎が着任してから陸前高田の発信量がさらにやっぱ増えています。で一方で上田哲也につきましては今観光課で頑張っています。で特に彼は人柄といえば、石橋浩二か上田哲也と、言われておりますので、そういった中で非常に好かれています。みんなから可愛がられていて、で結局佐賀テレビがですね、まあ、全然上田君とかをですね紹介しようという気はなかったらしいんですよ。で行って佐賀つながりで上田哲也がその紹介をしたわけですよね、いろんなところに。そういう佐賀テレビがですね上田哲也の人柄にもう感動して、もう上田哲也の特集がよかばいということで、この前の佐賀テレビの放映になったわけですね。ですので彼は今観光課で、これはテレビにも出てましたけれども、ホテル簡易宿泊所ですよね、開設等に当たっています。で両名とも、もう一人の小林一郎は西日本新聞をはじめとして人、あれ一般職の公務員でですね、人の欄に乗るっていうのはですねないですもんね。武雄氏はですね生まれて初めて乗ったのが今日いるかどうか分かりませんけれども、初代のガバイ課長の白浜なんですよ。でその次なんですね。それぐらいやっぱインパクトがある話なんですね。ですのでそういう中で非常に嬉しく思っておりますし、ただですねやっぱり非常に困難なところであります。ですのでそこをうまくこうケアしながらね、やっぱり乗り切ってほしいということで、我々自身も一生懸命応援をしている次第であります。はい、議長。13番山崎議員。本当テレビを見てると元気でなんか頑張っているような気がしておりました。そこでですよ、同じ陸前高田市に派遣された、盛岡の、職員の方がなんか希望して被災地に行ったが役に立てずに申し訳ないというような遺書の遺書を残して自殺したというような、新聞報道が載っております。やはり2人は武雄市の代表としてその陸前高田で頑張っておられます。やっぱり市としてはやっぱり手厚いサポートが必要だと思いますけれども、今後どのようなサポートをしていかれるのかお伺いいたします。岩田市長。これはご指摘の通りでですね、私もその盛岡の職員がこう亡くなられたというのを聞いて非常にショックを受けました。もう非常に、まあ、私も何度か行ったことがありますけれども、もう大変な職場です。職員の皆様方はもともとの通常業務に加えてですね、やっぱり自分のご家族を亡くしたりとか仮設住宅に入られたりとか、そういう方々ばかりなんですね。でしかもさっき話戻しますと、予算の規模が10倍以上に膨らんでるわけですよ。人はもう3割4割減ってるわけですね。で予算は10倍以上増えてる中で、ものすごい緊張感の中で仕事をされております。その中で、先ほどご指摘がありお話をしております2人が、そこで頑張っていますので、我々としてもこうつながりがちゃんとできるようにこうしたいと。で特に議員の一部におかれましては、やっぱりそこに現地に行ったりしようわけです、ね、行ってもらったりしようわけですよ。これがものすごくやっぱり効きます。ですのでぜひですね、視察等があればですね、もう陸前高田に行っておくんさい、吉郎さん。ですのでそういうことでですね、やっぱり自分たちがやっぱりこう 目をつけるじゃなかったですね、目をこうかけるということがすごく大事。これが1点ね。で2点目は上田も小賀も上田もFacebook とかメールとか自由自在に使いこなしますので、そこでのつながりは我々あるいは我々以外とでもこうあります。
で一方でこれはあの政策部が心してやってますけれども、あの5月の連休であるとか、この前のお盆であるとか、で次はあの正月になります。でこれはあのどんどんもう帰ってきてくれと、いうことです。やっぱりですね、あの私も出向の経験がありますけど、ずっとそこにいたらですね、煮詰まってしまうですもんね。それから一回やっぱふるさとに帰ってきて、もう一回やっぱりこう気持ちを新たにしてまたこう戻っていくということで、これはあのうまくやってますし、これはあの陸前高田市長もね、あのぜひそれは長い期間やっぱり休みを取って充実してもう一回戻ってきてほしいということを常々言われてますので、その部分は大丈夫だと思います。で陸前高田においてはあの今ですね、メンタルチェックであるとか、まあ、いろんな、まあ、所属長の面談であるとか、まあでもこの2人は大丈夫ですよ、うん、それからあんまり心配しすぎることが逆にねやっぱり世の中かなと思ってますので、やっぱりあの、まあ、近づかないという言い方は別にしてもですね、絶えず我々はちゃんとこう見てますよということで、我々はケアをしていきたいとこのように思っております。以上、13番山崎議員、はい、本当あの私も上田さんと古賀さんとは、当初仙台でボランティア活動したときにやっぱり素晴らしい、なんか芯のしっかりした力強い2人だとは思っておりますけれども、先日のテレビでは最後にどうか佐賀県の皆さんって言われたとかは分かりませんけれども、一度現地を見に来てくださいという、言葉を言われました。本当我々議会としても、まあ、こういう市の職員の市が市から出している職員に対してはやっぱり、我々自身も行って力づけ、まあ頑張っていただけるように我々議会としても頑張っていくようにしたいと思いますけれども、市長どのように思われますか。岩田市長、先ほど答弁すればよかったんですけど、その佐賀テレビの放送についてはちょっと佐賀テレビのお許しが得られればですね、あのぜひあの町内で、まあ、特に2階のあのホールとか公民館で流したいと思っても本当に良かったです。あれあのね、見よってやっぱり涙のやっぱり出てきたですね、うん、よくあのいじめられて涙することありますけどね、本当に感動しましたよ。ですので、今日の午後から、流したいと思いますので、ぜひこれをご覧になられている方々はですね、議会をご覧になる、まあ、議会はこちらでも見れますので、ぜひ傍聴方々お越しいただければこうありがたいと思っております。今日から1週間流してまいりたいと思います。はい、議長、13番、はい、山崎。本当はあの頑張っている姿を市民の方にもやっぱり見ていただくのがいいんじゃないかと思います。また我々議会としても、できる限りのサポートをしていきたいと思います。次にですけれども、今年の7月、九州北部地方で集中豪雨が発生し、たくさんの死者不明者が出ております。武雄市としてもまた被災地として、熊本市のたった地区だったと思いますけれども、被災者支援が行われておると聞いております。本当残念ながら私はあの参加者が多く、参加できませんでしたけれども、どれくらいの方が武雄市の方が行かれたのかご報告をお願いいたします。岩田市長、熊本市に、ね、行っていただきましたけれども、これもともと九州巨木物語で熊本市とはお付き合いがあって、私もあの市長さんには非常にあの直接ご指導をあのいただいております。そういった中で、熊本市の特にあのひどかった北区の竜田地区っていう、まあ、テレビによく出てましたけれども、そこに復旧支援にボランティアを募集して派遣をいたしました。で7月21日土曜日から25日水曜日までの期間に、市民36名、市職員26名で、議員さん3名ということで計、延べですね、延べ65名をあの派遣をさせていただきました。で民家の、あ、これはあの仙台の若林区に行った時も、あの当時の牟田議長さんを中心にして行った時なんですけども、あの床下の、ね、泥かき出しとか、まあ、あと掃除ですよね、これを中心にこう行ったということで、これあの先ほどお話がありましたように山崎議員さんとか私もちょっと行こうと
いうことを思ってたんですけども、思いのほか早く、普及が終わりまして、でもう、もう結構ですということを言われまして、これはこれですごく、いいことだと思いますので、もう少し期間が長ければね、多分延べ100人越してたと。で、実際これ派遣をして、私どもの職員で浦郷とかね、まあ、熊谷出身の浦郷君とか大野さんたちが行った時にね、地元のテレビで竹押しばっかりやっぱ映ったらしかですもんね。ですので、そういう意味で顔の見えるその貢献ですよねっていうのが今すごく求められて、でしかもやっぱりですね、こわん時に助けとかんぎんだですよ。絶対自分たちが何かあった時に手は伸びられるんですもんね。それ件が私は情けは人のためならずと本当に思います。でそれをかこつけてね言うつもりは全くありません。しかし市民の皆さんたちにぜひね、思ってほしいのは、雨天の時は真のと思って、やっぱり人が困った時に手を差し伸べるって、いうことがですね、絶対今必要だと思っていますので、そういう思いからでもですね、まあ、これは生徒消防団長がよくおっしゃいますけれども、やっぱり人が困った時に手を差し伸べるということをぜひ私自身も自戒しながらやっていきたいと、このように思っております。議長、13番山崎君。はい、はい、本当竹雄市は特に上州水害地帯であり、いろんな災害も出ております。本当これがもし北部がもうちょっと北部で竹雄地区とかだったら大変な災害が出てると思います。そういう時のためにやはり市長が今言われたような絆、まあ、助ければまた助けていただけるという、まあ、日本人が一番大切にしなければならないことが今後もできてくるんじゃないかと思いますので、どうか今後とも被災地支援、また被災者支援に対しては、できる市でできる限りの支援をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。続きまして、その水害対策についてお伺いいたします。竹雄市でも、同じ6月の24日とあと7月の13日でしたか、市道、国道、また家屋などが浸水し、大変な被害が発生しました。現在竹雄市におきまして、竹雄市の中でも六角川というところには、まあいつも潮の満ち引きで、内水被害が頻発しております。まあ国土交通省としましても、その六角川と牛川合わせて52箇所、毎秒350トンの排水ポンプが設置され排水しておりますけれども、到底、おぼつかない状況にあります。そこで、お伺いいたしますけれども、昨年の8月11日に六角川水系河川整備計画の原案が公表され、8月11日とその後住民との意見交換が行われてまいりました。また昨日9月2日の新聞では、洪水対策として六角川水系に新遊水地2箇所整備へという記事も載りました。そこで六角川水系河川整備計画はどのような内容の計画か、また策定はいつされたのかお伺いいたします。石橋まちづくり部長。お答えいたします。河川整備計画は今年8月16日で全ての認可を終えて策定されております。内容につきまして申し上げます。計画期間はおおむね30年ということになっております。主な内容でございます。3点ございます。まず1点目が、溝の上調整池により、最大流量130トンをカットするということです。これについてはどういう効果があるかといいますと、新橋付近で約70センチの水位低下が図られるだろうと。ということは、内水域の内水が自然流下が長く取れるということになろうかと思います。
で具体的な小さな数字についてはまだ発表されておりません。2点目申し上げます。2点目につきましては、その洪水調整池を設置した後、河川に余裕が生じますので、その後に高橋排水ポンプを現在50トンから11トン増加するというような工事が予定されております。これによりまして床上浸水を解消するということでございます。3点目でございます。これは流域全体の問題でございまして、河川ではこれ以外にはもうなかなか対応できないということで、この流域全体で対応するものは何かといったときに、やはり農業用ため池あるいはクリーク等でございます。これにつきましては滝尾市でも約180ぐらいのため池ございますが、これをなんとか洪水時に調整できないかというような案でございます。しかしこの農業用水につきましては根強い水利権の問題がございますので、相当な時間を要するんじゃなかろうかなというふうに考えているところでございます。なおこの件に関しましては、ゴミ問題、吉野のゴミ問題ですね、と含めまして、河川事務所あるいは流域自治体ですでに勉強会を始めております。なおこの工事の実施時期でございます。調整池につきましては現在営業中でございます。採掘権が平成28年までと聞いておりますので、その頃が着手時期じゃなかろうかなということで予想をしているところでございます。なお河川整備計画につきましては、今回の河川整備計画はおおむね30年に1回程度の雨量を対象とされております。これは平成28年豪雨災害でございます。この水量を安全に稼働に流すという計画でございます。また参考でございますが、本年7月の洪水におきまして牛津川で相当な洪水が発生しております。これにつきましてはすでに牟田部の遊水池、これ65万トンカットです。65万トンを貯めたということと、それから稼働の掘削が20万立米程度なされておりました関係で、国道34号の牛津大橋付近で約75センチの水位低下があったという情報が発表されております。そういうことでこの河川整備計画については大いに期待したいというふうに考えております。以上、13番山崎委員。本当にこういうくれ、この計画が策定されたということで、また新聞にも大きく載ったということで、一応市民の方々並び地域の方々も大変、喜んでいらっしゃるとは思います。しかし先ほど答弁でありましたように、平成28年までが事業が期限ということで、それまでは事業者がそのまま作業を進めるということになるわけですよね。そしたらですよ、もし策定されて今から今年度24年ですから、4年後ですよね。4年後に例えば4年間は、営業を続けてもいいですよ。その間にいろんな契約はできないものかお伺いいたします。石橋まちづくり部長。実施時期の問題でございます。先ほど申しましたように、採掘権が許可があって28年までということになっておりまして、私たちといたしましては河川事務所からの具体的な、工程は示されておりませんが、その以前にですね、測量あるいは設計に入っていただきたいという要望はいたしております。しかし、ご存知だと思いますが、あそこが権利がですね、服装をしております。営業はしている、借地はあるとかですね、あるいは自分の土地ももちろんあられますけども、そういう関係ございまして、保証関係についてはかなり複雑な問題が生じてこようかというふうに考えております。従いまして、こういう問題を河川事務所に提起をしながらですね、合わせて調査関係と合わせながら
並行していきたいというふうに考えているところでございます。以上。13番山崎議員。本当ですね、これは地権者とか、所有権や営業権などの問題もあっていろいろと、時間がかかるということではございます。ムタベの今出ましたムタベの遊水地にしても最初は5年間で計画してあったものが最終的には10年間かかって強制執行もしたところもあるということでございます。武雄市としましてはこれまでずっと上州水害地として、市民の皆さんにご苦労をかけております。そこで、長いスパンを見て10年と言われれば28年から38年までということになります。今の近年の気象状況から見ますと何とも言えないゲリラ豪雨が突然発生するという事態もありますので、この辺は市長強く、国土交通省などには要望できるものかお伺いいたします。与田市長。要望はできます。はい、はい、以上。城山山崎、はい、ありがとうございます。それでは今後この調整地並びに高橋川のポンプの増設を強く我々上州水害地特別委員会もありますけれども調整地と促進規制会もございますのでしっかり要望して早期実現を目指すように頑張っていただくようにお願いいたしまして次の質問をさせていただきます。次に特に立花町では、毎年のように大雨の時に道路田んぼ等が冠水しそのために金付川排水管や釈迦寺排水管付近では、あずがこのよう堆積するところでございます。皆さんちょっとこうあずがですよ、こういうふうに浮いてきましてこれなんですよ。これは多分ここが片汁かな、そこは釈迦寺の薬屋さんですね。はい、これが金付川でございます。そしてほらこんすごい量が流れ込むわけですよね。で最終的にはこういうふうに田んぼの中に堆積しこれを片付けるためには相当な、努力がいり地元の人も大変困っております。そこでですよこの大量が流れ込んだ場合それに対処する体制度があればご説明をお願いいたします。森営業部長。アズの対策についてですけども、麦わらの処理につきましてはですね、農地に突き込むということでお願いをしとるわけですけれども、時期によっては、大雨と重なってですね、下流の農地へ堆積するというふうな状況が発生しております。そのことによって、農作物や道路、水路等へ被害が発生しておりまして農地所有者やですね関係区の方で、撤去にご苦労いただいているというふうなことが今現状ではないかと思っております。市としましてはですね本年度より、農地農業用施設小規模災害応急工事という補助制度を設けまして、農業者や農業者の組織する団体が実施するアズ撤去にかかった費用の一部をですね補助することにしております。内容につきましては撤去にかかる労務費車両等の借り上げ料など、費用10万円以上40万円までの8割を補助をするというふうなことで、なっております。被害の拡大を防止するためにもですね、早急な対応応急対策が重要であるというふうに考えております。活用していただければというふうに思っております。
議長。13番、山崎議員。あ、本当、こういう、8割ですか、補助をしていただけるということは大変いいことではございます。昨年やったと思いますけれども、大量のアズが出て、市の補助金では足らずに、ここの東側流域7区の皆さんに一律に負担していただいて処理をしたという、経緯もあります。本当はこれは水害であって、まあ、水害で災害のうちでありますので、まあ、できるだけ、負担を少なく、個人の負担が少なくなるような対策も今後も考えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは次に、そのアズに関連してですけれども、坂地の排水管の防護柵についてお伺いいたします。ここにありますけれども、これが坂地の排水管の安全防護柵ですかね。これを見てみますと、ものすごくこの間隔が狭いんですよ。通常のガードパイプよりも狭くて、それでもしアズが発生した場合にはここにアズがかかり、ものすごく排水しようにも排水するにもこのアズで妨害されるわけですよね。見てみますと、これなんですよね。ここもうアズを撤去してそれから排水しているような状況であります。そこでですよ、私は何度もこの現地に行ってみますけれども、これは実際安全防護柵なのか、雨止めでできているのかお伺いいたします。石橋まちづくり部長。その防護柵につきましては、私は安全対策のために設置されていると、というふうに気を呼んでおります。かなり川底まで深いということで、このような対策になっているということを気を呼んでおります。部長。13番山崎議員。はい、それは深いですから安全対策、ゴミ止め、アズ止めじゃないということですね。多分普通の、ガードパイプ等になれば、多分ピッチが約30センチぐらいのピッチになって、ものすごく幅が広いんですよ。これは20センチで、この間隔が18センチしかないんですよね。そしたらもしこれをすごく広くしても安全防護柵ならば広くできると思いますけど、それについてどう思われますか。石橋まちづくり部長。確かに感覚が狭くございまして、一つ考えられるのは安全対策と、それから大きな気道が流れないようにという措置もされているかなと思いますけど、これにつきましてはですね、河川事務所に間を空かすようにですね、ちょっと透かすようにお願いをしていきたいというふうに思います。以上、13番山崎議員。本当私が見ても多分もう少し広くしても、安全には確保ができるような構造になっておるとはないと思いますので、この辺は強く河川事務所の方にも要望をしていただきますようお願いいたします。次は、それでは次のイノシシ対策について、質問させていただきます。これまで武雄市では
イノシシによる被害の軽減を図るため、イノシシ化を設置し、捕獲やその肉のブランド化などに支援させていただきました。しかし、罠で捕獲するイノシシの約8割が、生後半年までの子ども、通称ウリ坊ですよね。ということで、親のイノシシはなかなか捕獲されにくいということで、今年2月から1人当たり年間100頭の成獣を捕獲する目的で、非常勤特別講師として、特別職として、捕獲専門部隊が発足されました。そこで、ここ3年間に捕獲された頭数とその内訳、また捕獲専門部隊のこれまでの成果についてご報告をお願いします。森営業部長。平成21年度の捕獲頭数につきましては837頭ということで、うち20キロ未満、これはウリ坊というウリ坊ですけれども、473頭です。成獣が364頭となっております。平成22年度につきましては3464頭、20キロ未満が1827頭、20キロ以上が1437頭、平成23年度につきましては1869頭、20キロ未満が1293頭、20キロ以上が576頭となっております。鳥獣被害対策実施隊の捕獲頭数ですけれども、これは8月末現在で、捕獲頭数が340頭ということで、うち20キロを超える頭数、成獣が177頭というふうなことになっております。13番山崎委員。今さっさかさっと述べられましたけれども、なかなか分かりづらかったんですけれども、3年間のうちにやはり、成獣はなかなか取れてないということですよね。それにこの専門部隊の取った、成果はちょっともう一回お願いいたします。その取ってくれんじゃですかね。彼らが取った、もう一度ちょっと177頭までは分かったんですけれども、もう一回答弁をお願いします。森営業部長。8月末現在でイノシシの捕獲頭数が340頭ということになっておりまして、うち、20キロを超える成獣が177頭というふうなことになっております。はい、議長。13番山崎委員。はい、本当この捕獲専門部隊ですか、340頭と3名ですけれども、本当に頑張っていらっしゃると思うんですよね。そのうち、20キロ以上が177だったですかね。こういうふうになるとですよ、やはり今までの捕獲、罠で捕獲する人、この3名は多分銃で捕獲される人ですよね。この捕獲専門の方は銃で取られる頭数ですよね。これどうですか。森営業部長。捕獲専門員につきましては、銃の免許を持っておられる方は銃で取りますけれども、あとは箱罠とかになっています。なって捕獲されております。
議長。13番山崎君、はい、この専門隊は多分銃の免許を持ってある方から選抜したわけじゃないんですかね。多分私はそう思ってますけど、だから意外と銃で取ってるからこの、大きな成銃が、数多く取れてるんじゃないかと思います。本当この企画に対しては本当金もかかっておりますけれども、本当素晴らしいアイデアであります。そこでですよ、この方たちの頑張りもありますけれども、また今年からですよ、イノシシパトロール隊が多分3名、1人1名ずつの3名体制で巡回をしていられると思いますけれども、この3名で、今までのように市全体の被害状況の調査や苦情に対する対応は十分なされているのかお伺いいたします。森営業部長。平成24年5月より、緊急雇用創出基金事業を活用しまして、3名のイノシシパトロール隊を結成をしております。21年から23年につきましては、8名の方をパトロールでお願いをしていたところでありますけれども、鳥獣被害対策実施隊を5名、一応採用をしておりまして、その分と合わせまして今8名のパトロールが実施できるように今なっているところであります。また猟友会の協力を得ながらですね、イノシシ対策の被害に対策に取り組んでいるところであります。以上。13番山崎君。どうもすみません、私がちょっと認識不足でですよ、この専門部隊5名って言われたりですね、今私はこの発足当時の3名ということでちょっと今質問しただけで、あと2名はそしたら箱穴の方も入っていられるんですかね。お伺いいたします。森営業部長。鳥獣被害対策実施隊、取ってくれんじゃですけれども、平成24年2月に今3名を採用しております。その後24年5月に再度2名を採用しまして、今現在で活動をされているところであります。はい、議長。13番山崎君。どうもすみません、私の認識不足で、このイノシシパトロールという方々の仕事はですよ、普通の広い道を回るんじゃなくて、意外と山道とかなんか危ないようなところを結構回っていらっしゃるんですよね。そこで3名、1人ずつ車に乗ってられて、乗っておられると思いますけれども、その分に対してですよ、なかなかもしそこで離合できなくてこうかやったり山の中でですね、下はやっぱりどうしてもですよ、一人じゃなんか危ないとこ、危ないとこじゃないですけれども、なんか心もたもとないような気がするんですよ。そこでですよ、私はそのこのパトロールさんの今までの業績からすれば相当な、仕事をしていらっしゃるので、できれば2人体制での3名ぐらいに私はしていただければ、もっとこの鳥獣、イノシシ以外、鳥獣以外に対する被害も少なくなるんじゃないかと思いますので、どうかその辺もご検討よろしくお願いします。次に、この2月の時点だったと思いますけれども、捕獲報奨金を3段階に変えて、するというようなことを聞いておりました。現在、その報奨金はどのようになっておるのか、また、どのような、経緯で各個人に支払っているのかお伺いいたします。森営業部長。
イノシシ報奨金の額につきましては1頭当たり7000円、ただし40キロ以上については8000円ということになっております。報奨金につきましては捕獲実績に基づきまして、武雄地区有害鳥獣広域駆除対策協議会の方からですね、猟友会各支部に支払っているところであります。猟友会各支部から各猟友会の方へ支払うというふうなことになっております。議長、13番山崎、はい、ありがとうございます。やはりがやっぱり追って本当この苦情が成り立っているのというのが現実でございます。本当猟友会と市、その猟友会会員がタイアップして、また今後も、まあ、成果のあるような働きをしていただけますよう市も市に要望しておきます。それと、この2年ぐらい前だったと思いますけれども、イノシシ犬を訓練に出されたという経緯がありますよね。そのイノシシ犬の現在どのような使われ方をされているのかお伺いいたします。森営業長。ちょっとモニターで説明をしたいと思います。はい、ら平成23年7月より、まあ、4ヶ月間、まあ、山口県の方で、追い払い犬として、まあ、2頭の犬を訓練を受けてですね、現在はまあ、市の施設、これは山内署ですけれども、そこの方で、使用をしているところであります。この活動につきましては、ワイヤーメッシュを今設置をしておりますけれども、それ、その柵の内側に入ってきたイノシシの追っ払い、あるいは民家の軒下の中に入り込んだ小動物の追い払い等に出動をしているところであります。現在、6件程度の出動を今しているところであります。以上。13番、はい、山崎。こう見ますとなんか大型犬みたいな感じですけれども、ただこれを、手なずけてるじゃないですけれども、指揮をしている方はどういう方がして、世話役ですかね、世話をしている方はどういう方ですか。森営業部長。この使用をしている方につきましては、イノシシパトロール隊の方で、飼育をしているということになっています。まあ、パトロール隊によって、現地に、一緒に行ってですね、一緒に、活動をするというふうなことになっております。議長、13番山崎。はい、そうですか。もしですよ、こういう、もし自分の部落のどこどこにイノシシがいつも来てということになれば、イノシシ隊にお願いしたらこの犬を連れてきていただいて追っ払ってくれるということですよね。もしこれ、それこそイノシシ隊もイノシシパトロール隊も数が少ないですので、できればですよ、この犬をなんかな、その家とか地域にですよ、貸し出すとかいうことを考えればですよ、もうそのイノシシパトロールの方がわざわざ連れて行って最後連れて帰るんじゃなくて、 2,3 時でも家に置いとけば、まあ、それが解消できて、その終わったら返すようなことは、どうよ、噛みつかれてよ大変なことになるかも分かりませんけど、考えられると思います。その辺についてはどう思われますか。
森営業部長。イノシシを地域、あ、イノシシ、あの犬おっぱらい犬を地域に貸し出すということですけれども、うん、やはり指導されている方がいらっしゃいますので、まあ、一緒に活動するというのはことが原則でありまして、まあ、現在、どのように、まあ、公民犬を活躍できるか、まあ、指導機関とも調整をしながら検討をしてみたいというふうに思っております。はい、岩田市長。まあ大体役所が検討するということはしないということですからちゃんと私から言いますよ。これすごい実は大事なことだと思っていて、公務員、まあこれ秀島がね、一生懸命頑張って、自分のとこでもトレーニングするぐらいして、かなりやっぱ効果が上がっている。しかし名前忘れましたよ。太郎と花子でしたっけ、花子と次郎だっけ。まあこれはどうでもいいです。やっぱり2件だとね、やっぱ多勢に無勢なんですよ。ですので、こういう直轄型の公務員と、もう一つは派遣型の公務員をね、こうやらなきゃいけない。だから犬もね、これ結構山口県にそういうあるんですよ、トレーニングセンターが、あって、そこにまあこれそこともちょっと調整しなきゃいけないんですけれども、例えばお持ちのワンちゃんをそこで養成する、あるいは我々が養成をしてそれを貸し付けるっていうことはありなのかなと、いうことを思ってますので、拡大方策についてこうちょっと真面目に考えようと、思っています。ただこれは相手 のある話なんですね。山口県 そのトレーニングセンターであるとか、あるいは先ほど部長からあったように、ここは真っ当なんですけども、実際一緒にいるトレーナーと一緒にいないとこれは多分発動できないんですよね。ですのでこの人の問題もありますので、なかなかこれは難しいハードルあると思いますけれども、まあ、トライはしてみます。はい、議長。13番山崎。はい、本当せっかくこういうふうに訓練された犬も用意してありますので、活用をできるだけ、多くしていただくようにお願いしたいと思います。次に、教育行政についてお伺いいたします。その教育先生ですけど、まあ、いじめ問題ですよね。本当は今回大津市における中学生がいじめによる自殺という問題が大きく取り出されております。私自身学校、小学校、中学校というのはやはり人間関係を豊かにし、やっぱり安全であるというのが学校の原則じゃないでしないかと私は思ってます。そこですよ、この自殺による、いじめによる自殺、私にはちょっとなかなか理解ができないところではございますが、市長はこういう子どもたちのいじめによる、自殺について市長、教育長はどのように、思われるのか、まずお伺いいたします。浦和教育長。お話にありましたように、大津市におけるいじめでの自殺事件は中学生が自ら命を失うということでありますので、本当に残念で、まさに学校は安心安全が基盤であります。そこができなかったということでありまして、改めてですね、この大変さをかみしめているところでございます。でご存知の通り、何年かおきに起きまして、その時にはいろんな対応をしたりしてきているわけでありますけれども、いじめ含まれるいろんなことが含まれるわけですけれども、なかなかなくならないというような状況もございます。教育委員会としてこの事件の動向を見た時にですね、教育委員会としての対応についても他団の一つとして学ぶべきことがいろいろあるように感じておりますし、学校が抱え込んでいるんじゃないかとか、あるいは教師の体制としてどうなのかと、改めて共に学校と共に先生方と共にやっていける、保護者の方と共にやっていける、そういう信頼関係を築いていかなければいけないなと非常に強く思ったところでございます。
良田市長。大津の事件は本当に不幸なことだと思ってます。まあ、最近では札幌であったりとかね、まあ、ちょっといろいろあってもう本当に心が締め付けられてるんですけれども、ちょっと今からの回答は一般的にちょっと申し上げたいと思うんです。で、いろんなこう問題が他県の中でも当然あります。でその時にですね、やっぱり問題のある子はですね、家庭がものすごくやっぱグリップ力のやっぱ弱なことですよ。ですのであんまりですね、学校に押し付けるのはいかがなものかと、いうことは思います。何年間でこの頃ですね、学校のせいにやっぱりなりかねんとですね。ですのでそうなってくると学校がですね、ものすごくやっぱりですね、そこは慎重になってバリアバハゴとなるわけですよ。子どもたちに対しても地域に対しても行政に対しても、もう何でも悪かったら学校とか学校の先生ですもんね。ですのでこれはぜひお願いなんですけども、なんかそういう SOS の信号を発した時には家で分かると思うんですよ。ですのでそういう意味でその家庭ですよね、これはもう絶対大事だと思っています。その一方でそうは言ってもじゃあ家庭任せにすればいいのかっていうのはさわさにありません。ですのでこれはありきたりの言い方かもしれませんけれども、学校、家庭、それと地域で、あと私ども行政ですよね、この連携というのは絶対に必要だと思います。要するに子どもたちがやっぱりですね、自分は見捨てられとらんと、いつもなんか背中に視線を感じると、まあ、前からじゃなくてもよかけんですよ。そういうなんかつながりというのは絶対に必要だと思っています。で最後にしますけれども、私ね、時間があればこの頃しょっちゅう学校行きようとですよ。もう学校に行って、でもうジャーって開けて中にも入っていきます。そういう日ですね、もう分かります。あ、このクラスは問題のアーバイとか、もうそれはね、もうすぐ分かります。それはなんで分かるかって言ったらですね、その毎日毎日って言ったら多分分からんですもんね。ですが例えば2月に一遍とか3月に一遍行けばですね、変化の分かるわけですよね。でやっぱり学校の先生とか人親御さんに聞くインター、あそこはここが問題ですもんねって印刷権ですよ。そういう意味で我々がやっぱ大人ですよね、まあ、みんな学校行けるとは思いませんが、議員さんであるとか我々はね、やっぱりどんどんやっぱ学校に行くべきと思いますよ。中に入るとこまでは線でよかかもしれない、その教室の中まではですね、ですがやっぱりこう廊下からこう見るとかね、これも教育委員任せじゃなくてですよ、我々がそういう地域の地元のその学校にやっぱり行くと、で多分遠慮してなさいと思うとですよ、遠慮してなさいと思いますけど、うちは遠慮はいりません。そういうことでやっぱり見られてるっていうね、応援をしてもらってるというのはやっぱ形でやっぱり示すべきだと思っていますので、ぜひ休み時間とかあった時にこう声をかけるとかねっていうことは絶対に必要で、これ北方の区長さんたちが心がけてこう一緒にさですもんね。北方の松田区長さんをはじめとして、例えば扇風機をこう送ったりする時でも自分たちが学校に行って見よったらですね、子どもたちやっぱ声が掛け合いよさですもんね。でこれはやっぱり大人の世代がそういうふうにちゃんと見てますよというメッセージを発するというのは直接ですね、すごく大事だと考えております。議長。13番山崎君、はい、本当何とも言えない、事件であり、我々、まあ、行政としても我々議員としても、また親としてもいろんなところでアンテナを張ってその予防に努めていっていかなければならないと思います。そこでですよ、現在滝尾市では、このなんすかいじめ等があって、どれぐらい認識されているのかお伺いいたします。浦郷教育長。昨年度は武雄市内の小中学校からいじめとしての報告はあっておりません。で今年度はいじめの報告が1件報告があっておりまして、学校ではまあ継続して対応してもらっているというところでございます。ただ私どもがいじめとして、どういう状況を想定するかというと、まあ、これまでのことからもですね、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる、これがまあ
般的には一番多いわけです。それから仲間外れとか集団による無視ですね。それから軽くぶつかられたり遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりするとか、あるいは金品を隠されたり盗まれたり壊されたり捨てられたりする。それから最近ではそのパソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされると、こういうような内容を考えますとですね、報告としては非常に少ないわけですけれども、学校生活だけでなく校外の生活であってもですね、あっておかしくないわけでありますので、報告きちんとして保護者の人とかと一緒に対応して、今後に生かしていくという形での報告をもらったのが一件という状況でございます。以上。助産間山崎議員。本当一件という少ないと思えば少ないですけれども、やっぱり一件でもあったということになればですよ、やっぱりいろんなこういう問題も出てくりますので、なかなか大変だと思います。またこの新聞報道たちによりますと、他市ではアンケートを取ったり、また第三者委員会などの常設などを考えておりますけれども、慣れておりますけれども、武雄市としましてはどのような対策を考えられているのかお伺いいたします。浦郷教育長。これからの対策でございます。まずいじめの場合に早期に発見できるか、早期に対策が打てるかということが一つポイントとしてございます。で、今お話にありましたようにアンケート等についても学校によって形は違いますけれども、いじめを含んだアンケートもありますし、いじめそのものを聞くアンケートもございます。そういうアンケート調査、年に最低2回はあってるようでございます。早期発見に努めると、それから面談、教育相談という形で面談をほとんどの学校をやっております。それからその中での、その次に対応しなければいけない場合というのは当然あるわけであります。で、学年で対応するか、あるいは全校で対応するか、そういうことのそれぞれの情報を共有して各学校で取り組んでいるということでございます。それからいじめということだけに視点を置くとやっぱり厳しいものがございます。実は昨年、一昨年とですね、県の補助を受けまして、心と命の健康を育む武雄プランという事業を行いました。5つ部会を作りましたけれども、その中の1つに命の尊さ部会というのを作りましてですね、例えばこの中に出てきた教材とか見せてもらいますとですね、なかなか流産して子どもができなかったけれども、この子はその後で生まれた子なんですよというようなお母さんの話を聞きますとですね、やっぱりいじめきれないわけであります。そういう命の尊さとかいうようなことをですね、やっぱり片方にきちんと植え付けておくことによってですね、いじめ等にもつながらないという、そういう子どもたちを育んでいくことができるんじゃないかなというふうに思っております。岩田市長。まずね、いじめっていう言葉自体がやっぱ軽かですよね。ひらがなでこういじめてしたときに、やっぱりピンとコンバってが漢字で書いたらですね、ものすごいやっぱり厳しい言葉になるわけですよ。で、しかも今問題になっているそのいじめっていうのは、あれは障害ですね、障害。ですので障害だったり恐喝だったりするわけですよ、脅迫だったりするわけですよ。ですので、それをもっとやっぱ子どもたちがやっぱ認識する必要があるだろうと。ああいうね、軽いなんか全部今ひらがなに内容でしょうが、おかしいですね。ですので、やっぱり言葉の持つ意味っていうのをしっかり我々も認識しつつ、子どもたちもやっぱり認識をするということ、これはね、大人の世界、子どもの世界、僕は関係ないと思いますよ。それとさっき議員さんからありましたように、なんたら委員会って今結構出来ようですもんね、対策委員会。これは僕は反対です。っていうのは、行政になんとか委員会って言うと、屋上奥になりかねんとですよ。
ですので、こういう指揮命令系統というのはシンプルが一番いいです。要するに情報がしっかり共有ができてすぐ対策を打てるということに関して言えば、今武雄市はそういう意味では割と理想的な状態になっているんですよ。なぜならば教育委員会が教育庁を中心としてあります。で、市長部局には子ども部があります。ですので子ども部と教育委員会ときちんとその連絡調整をしながら、行政としても手を打ちますと、あるいは教育委員会、学校の先生の中でも手を打てますと。で、それが一緒になって手を打たんけ話にならんわけですね。ですので、やっぱりですね、ただ我々が足りないところは、やっぱり共有がまだ足りないんですよ。ですので、そこはやっぱり、今度のその大津事件とか札幌の事件を垣間見たときに、じゃあ、いつもそういう共有ができているかっていったら、そこは私の、力不足で、なかなかできてませんので、そこはもっとしっかり共有をしていきたいと、このように考えております。議長。13番、山崎議員。本当はこういう子どもの命が奪われる事件や事故、本当に今ものすごく多く発生しておりますので、なんか子どもたちにもまた親にもでないですけれども、本当は命の大切さ尊さを本当はもう一度、見つめ直せるような、時間を取って、学校でも取っていただければ少しでも、減っていくんじゃないかと思いますので、その点もよろしくお願いしておきます。次に、次の質問ですけれども、現在武雄市では電子黒板や iPad を活用した、IT 事業ですかね、こういうのが行われておりますけれども、この整備状況についてお伺いいたします。浦和教育長。ICT 機器につきましては、ご理解いただきまして予算化もしていただきまして、現在電子黒板の整備状況としまして、黒板型とそれから黒板にこう貼り付けるものもございます、簡易型がですね、それも含めまして、市内の全学級数に対し、学級の数に対して、小学校で60台 48%、中学校で24台 47% という整備状況でございます。またiPad につきましては、山内東省、竹内省で、国の授業を受けまして進めてもらっているわけでございますが、山内東小学校に146台、竹内小学校に90台、それから三船ヶ丘小、若木小、北方小に各2台、竹尾北中に1台、でこの少ない台数のところは特別支援学級の子どもさんたちに有効ではないかということで利用を今研究してもらっているというふうな状況でございます。はい、13番、はい、山崎。本当はいろんなこのほら事業の、教え方が変わってですよ、こういう IT になったわけでございます。今聞いてみますと iPad については、山内東竹内が、整備されている状況でございます。7月の27日だったですかね、竹内小学校で、事業力向上各講座だったですかね、それが行われたときに私も参加させていただきました。そこでですよ、私も初めて見ましたけれども、電子黒板や iPad での授業をしている子どもたちを見たらですよ、ものすごくなんか楽しそうに取り組んでいたような気がいたします。そこですよ、もうこの際、電子黒板については、40% ぐらいの整備されておりますけれども、iPad についてもやっぱり小学校の子どもたちにはやっぱり全校にもできれば配布していただければ、もっと子どもたちも、皆さん竹内の子どもたちですから偏らないで授業ができ、授業の効力も上がるんじゃないかと思いますけど、その辺について、どのように思われるのかお伺いいたします。浦和教育長。電子黒板につきましては昨年度学習指導要領が変わりまして、教科書がその電子黒板で扱えるということで、小学校そして今年度の9月から中学校でも
点試強化書を4教科で使っております。でそういうこともあって非常に活用が進んでいるわけでございます。で電子黒板にしろ iPad にしろですね、非常に子どもたちが興味を持って、興味関心を高めて頑張っております。で議員ご覧になってお分かりだったと思うんですが、非常に子どもたちあまりその苦にせずにですね、非常にアンケートを取りましても 90% ぐらいが難しさは感じないという言い方をしております。ただ教育関係かなりもう予算もいただいているわけでございまして、 iPad を全部に配置するとなると、相当な金額でございます。ただ私どもとしてはですね、可能な限り整備をしていきたいというふうに思っております。議長、13番山崎議員、はい、本当これを全部に整備するとなると大きな金がかかるということですけれども、やっぱりできれば少しずつですよね。一気にトンと何十台じゃなくて、例えば今立花小学校なんか15人とか16人とか学年がついたとかあるんですよね。それに一気にじゃなくて、そういう10台とか各学校に10台とかですよ、少しずつ増やしていただければ、すごく子どもたちにも楽しい授業ができると思いますので、一つその辺はどう市長思われますか。市長も多分見学に来られたと思いますけれども、子どもたちの動きを、はい、お願いします。岩田市長、時間がない。これは悩ましいところでね、小学校今竹内と山内東で、ある程度こう一気にこう入れて、その効果がもうものすごくやっぱ出てるわけですよね。で一方で議員ご指摘のように、例えば立花小学校に例えば10代朝日小学校に例えば10代とかっていう薄く広くっていう考え方もあろうかと思います。でここはどういうふうにこう効果が出るかっていうのは教育委員会とよく話をしたいと思っています。でその一方でこれニュースにもなってますけれども、北方小学校中学校北方の区長会とか松本前町長さんを中心として扇風機は9トンさですもんね。でおそらく、iPad もまたモデルチェンジがあろうかと思いますので、ぜひ議長さんをはじめとして、私もそうなんですけど、 iPad の保持者はですね、乗り換えるときにぜひ寄付を呼びかけたいと思っています。でそうすることによって全然あれですもんね、今 iPad は3代目ですけども、1と3ってさほど変わらんとですよ。ですのでそういう意味でですね、こう乗り換えられるときはですね、そういえば下取りに出さんで、あとは知っとう人にやらんで、僕もすぐやってしまいますので、そうじゃなくて学校にね、例えば出身校であったりとか、これは教育委員会でもいいんですけれども、そういう、こう寄付を今回呼びかけようかなと思っております。特に iPad については長持ちしますので、そういう意味で我々が教育を応援をしているということ、寄付だけに頼りませんけどね、頼りませんけど、そういうのがあればね、よりぬくもりのある応援になるんではないかなと、このように考えております。以上。13番、はい、山崎。はい、本当できる限りでいいですけれども、少しずつ、整えていただくようによろしくお願いします。次に、乙部山高校市の後援会についてお伺いいたします。土地を買い上げてからまず5、6年になると思いますけれども、これまで取得された土地、また取得できなかった土地、その土地がなぜ取得できなかったのか、そしてまた今後、どれぐらいの感じで、買っていかれるのかお伺いいたします。白浜教育部理事。乙部山高校医師はですね、昭和37年に国内で8番目の高校医師として発見されて、高校医師が古代山城であると決定されて、で昭和39年にですね、国の史跡に、指定されております。で平成16年に追加しておきまして、約27万平方メートルが指定面積になっております。で今固有化の状況でございますけど、平成18年度から5カ年計画で着手されておりますが、その後10カ年計画に変更されて今年で7年目になっております。現在の固有化の状況につきましては、
公有化の対象面積が、まあ、全体の27万平方メートルのうちですね、公有化の対象面積は24万平方メートルございますけれども、昨年度までに約 68%、約16万平方メートルをですね、公有化をさせてもらっております。今後はまあ、今年度に約 20% に当たります4万9千平米をお願いをする予定でございまして、現在お願いしております。でそれが進みますと、まあ、今年度に 87% の保有化が完了できるということになります。まあ、今後の見通しでございますけれども、現在今年度を含めましてですね、これから、いわゆる土地が共有名義の区のですね、共有名義の土地が多くなりましてですね、まあ、当時明治大の住民地区の住民の方の全員の方がですね、名義人になっているという状況でございます。でその後相続人等で、まあ、非常に相続人の方たくさんいらっしゃるということで、今後まあ、一人の登記人の方から現在の登記人相続人がですね、非常にこう多数発生しているという状況でございましてですね、まあ、今後まあ、そういう、こう、相続人を追跡するという日は非常に厳しい状況であるというふうに思っております。はい、以上。予算番、山崎。はい、本当はまあ、今年で一応 87% ぐらいの成果が出るということでございます。まあ、買えない土地は仕方ございませんけれども、まあ、できる限り、努力して、早急な買い上げをよろしくお願いいたします。それでは次に、昨年12月から敷地内の伐採を市の方で行っていただきました。今後の管理としては、どのようにしていかれるのかお伺いいたします。白浜教育部理事。大坪山高校付きの環境整備としてはですね、除草作業をの管理をですね、国の方にお願いをしております。で、公有化の開始の19年度からはですね、毎年20万を予算化して、まあ、新たに購入した土地の維持管理についてもお願いをしております。まあ、昨年は緊急雇用対策事業の方でですね、まあ、公開した山の竹を中心として伐採作業を 行いました。まあ、今年は7月にボランティア草刈り等も予定しておりましたけれども、ちょっと大雨のために中止されていなかったですけど、秋にはまた再度、ボランティア草刈り等の計画をするようでございますので、まあ、どうぞ市民の皆さんもご協力をお願いしたいと思います。議長。13番山崎議員。本当あれだけ広い土地でございますので、まあ、市でっていうのも無理なところがあると思います。まあ、ボランティアとしてやるということであれば、まあ、立花町の方も多分協力をしていただけると思いますので、そういう、早めにそういう計画を立花町にも示していただいて、募集をしていただくようにお願いいたします。それに、それから今までパブリックコメントや審議会などが数多く多分開かれると思います。これまでの経過について、また今後についてどのように進められるのかお伺いいたします。白浜教育部理事。大坪山高校付近の指摘については、昭和52年にですね、まあ、周辺の開発から史跡を守るためにということで保存管理計画を作成しております。それでは史跡の保護に努めておりますけれども、まあ、その50年から30年経ってですね、2009年、平成21年度ですけど、まあ、公有化を進める中で、まあ、当初予定していなかった未管理の土地というのがですね、まあ、一応出てきまして見直しを行っております。で平成23年度に史跡大坪山高校跡保存管理計画書というのを策定しておりまして、まあ、史跡の適切な管理を通して史跡の重要な価値を確実に保存し継続するために、まあ、地域とともにある大坪山の史跡環境づくりというのをですね、作っておりまして、まあ、この中で、
古代山城としての整備 活用の基本方針をして基本計画を作成しております。で平成23年度からあの保存計整備計画策定委員会というのを作っておりまして、まあ、今議員ご指摘のようにいろんな、地元の皆さんもはじめですね、あの関係者の方からいろんなアイデアをいただきまして、今計画を策定中でございます。で早急にあの計画を策定しまして文化庁に、まあ、認められる整備計画としてですね作り上げて、まあ、あの国の方から、まあ、整備計画についてもですね補助が、まあ、認められますと、うん、国から 50% 県から 18% の補助事業に活用できますので、まあ、そういうのを活用しながら古代山城としてはふさわしい歴史公園としてですね整備事業に取り組んでいきたいというふうに思っております。議長13番、はい、山崎この講演会に向けて、まあ、できる限り早めの対策をよろしくお願いいたします。子どもの命を守るという観点から関連でちょっと一つだけ質問させていただいて質問をお願いします。通常児童生徒の通学路の安全点検などの安全対策には学校保護者地域が一体となって取り組んでいただいております。今回隣町でため池での事故が発生し幼い尊い命が奪われました。そこで学校では水による事故に対してどのような安全指導を行っていらっしゃるのかお伺いいたします。浦川警部長。9月1日という日にですね非常に痛ましい事故がありまして、先ほど来あっておりますように、安全に学校に行かせ学校から返すというのを一番の基盤にしている学校にとっては大変なことであったろうというふうに思います。聞きますと市内だけでも400数十箇所のため池があると聞いております。先日は農林課の方からその地図もいただきましたので各学校に配布しまして特に通学路遊びで近づきやすいため池等について重点的に指導を行うようにしているところでございます。この面でも注意を払っていきたいというふうに思っておりますが先ほど市長さんからの話にもありましたようにこのため池等につきましては地域の方が一番ご存知だろうと思いますのでその辺でのお力添えをお願いしたいというふうに思っております。一応13番山崎。本当は幼い子供が亡くなったという本当はため息のその近くにあるため息ですよ亡くなったということでございます。そこで私からはもしこれが滝押しでもし起こる可能性も十分あります。まだまだそこでまあ、フェンスとか看板などを設置し危険を促すような、対策を早急に取っていただくよう要望いたします。本当はこれ何かあってからでは大変でございますので一つ早急な対応をよろしくお願いいたしまして私の質問を終わります。ありがとうございました。以上で13番山崎議員の質問を終了させていただきます。先ほど教育部長と申し上げましたけど教育長に訂正をさせていただきたいと思います。ここでモニターと準備のため、10分程度休憩をいたします。